KOF は20年以上の歴史がある格闘ゲームなんですけれども、日本神話や、現代社会、近未来まで様々な要素があって、キャラクターも100体以上登場しますので、MMORPG に持っていくには最適な世界観だと考えています。 KOF ワールドは、新しい KOF のシリーズとして位置づけている大型プロジェクトで、新たなストーリーが展開されています。多人数のオンライン RPG ですので、 KOF の世界観を描きやすいと思っています。ストーリーの要素やキャラクターの日常生活の様子なども描いていくことで、KOF の世界を体感することが可能です。もちろんバトル部分は 3on3 のシステムです。 KOF ワールドは、新しいシリーズとして始まりますので、4体の新キャラクターが登場する予定です。 KOF ワールドのアウトラインは、概ねできています。これから何回かのテストを行って、今年の夏頃ファンの皆さんにお届けできると思います。今後ですね、中国のメディアやファンを招いた体験イベントを予定しています。